第9ペーージ、ローカルコネクト京都府長岡京市出身5人組ロックバンド人と人のつながりを大切にしながら活動中ローカルコネクトが奏でる音楽の持つ力や可能性が多くのリスナーを魅了し各方面でも要注目のアーティスト改めましてローカルコネクトのボーカル佐里とボーカルギター大樹とギターのマーキーとベースのシューマとドラムの夏樹ですよろししくお願いします。 こんな5人でフリートークをする時が来るとはとってもとっても嬉しいですね <laughs> ありがとうございます <laughs> ありがとうございます、えー、早速ですが僕たちローカルコネクトはですね5月の6日にデジタルシングルアンダーグラウンドセーリングをリリースしましたありがとうございますありがとうございますせっかくなんで曲についていろいろ話していきたいなと思うんですけれども、はい、まずはアンダーグラウンドから はい大輝さんにお話いただきたいと思いますはい今回のアンダーグラウンドなんですけども作詞作曲は私大輝が担当させてもらってるんですが、えーまあ、曲の内容的にはですね辛いこともたくさんあると思いますが、えー、自分の夢に目標に向かってまっすぐ突き進んでいこうという曲になっておりますもう歌詞を聞いてもらってもねあの素直にスッと入ってきて、えー、内容が伝わりやすい曲かなと思ってるんですけども、はいえー、今回の曲ね僕が作詞作曲とりあえず骨組みみたいなのを作ってはい、えー みんなで一緒に考えて肉付けをね、はい、してったんですけども、えー、すごく時間がかかったんですね。そうですね。一曲作るのにものすごく時間がかかって、まあこういう風にしたいよねっていう意見を五人で言い合って、うん、え一個一個本当にもうパートパートごとにこう組み立てていって、はい、やっとできたっていう曲だったんですよ、ね。そうですね。もうここまでこうバンドでなんていうんですか一曲を作り上げるというか、うん、本当に考えて考えて骨くり回して作った曲っていうのは。 あの初めてなんじゃないかなっていうぐらい、ねえー、渾身の一曲になってるので、はい、もう僕たちの5人の気持ちが、えー、ものすごく詰まった力強いサウンドの曲になってますのでいいいいてたいただきたいなと思います、はい、そしてですね、えー「アンダーグラウンドのミュージックビデオ、はいね、今 YouTube で公開されてるんですが、はい、ものすごく天候がよく、えー、広がった景色の中で撮らせてもらったんですが。はい 寒かったねめちゃめちゃ寒くて強風がね、うん、しかもタイミング的にちょうどこう日本全域が寒波に見舞われたそうですよ。<の>ね前日まで暖かかったらしいんでねでもねすっごい寒い中で、えー、気合い入れてやったんですけどね、はい、あの出演していただいた峯平さくらさんというね、はい、あの女優の方がおら,、はい、おられるんですけどもえー 撮影が終わった後にね、まあ、彼女も薄着だったので、はい、あのスタッフさんがこう毛布をバーって持ってきてかぶせるわけですよ。かぶせた。それをすごく羨ましい目で僕ら見てる。僕らはいなかったのでね、そうですね。人たちがいなかったので。うん 自分たちの撮影が終わった後にすぐ車までダッシュするという。やそうですよ。はい。あれがすごく面白くてね。本当にその話好きだね。この間のラインライブでもずっと喋ってましたけど、もうずっともうこれはもう永遠に言っていこうかな。羨ましいですね。だからもしそういうスタッフさんが今後ね、はい。僕らついた時に、まだ話そうかなと。なるほど。今までは自分で上気取りに言ってたんですよでもかけてくれる人ついたら。 なんか天狗なりそういや天狗になるかすごく申し訳なさそうですほんまあのシューマとか多分ほんますみません大丈夫なんだけどすごい言いそうやな確かに性格的にね確かに言いそうそのアンダーグラウンドの僕らの笑顔満載の MV がねもう YouTube の方で公開されてますのでぜひぜひ見ていただきたいなと思っておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえそれではですね続いてのこのセーリングはい っていう曲になるんですけども、はい、セイリンがもう作ったのが1年半以上前ですかねそうですねうん、うん、だいぶ前に、えー、夏希と部屋にこもって作らせてもらった曲なんですけども、うんはい、もうライブを想定してね,そうですねこういう景色が見たいという、うん、夏希のこの頭の中のビジョンをねな、うんとか形にできないかと いうことで作ららせてももった曲なんですけども、はいえー、ライブではねこのリリース前にライブではもうあごめんなさいね <laughs> <laughs> リリース前にこのライブでは何回もやってたんですけども夏樹はどうですかそのライブを重ねて今回音源になったっていうことですけど、うんはい、そうですねまあなんか夏フェスみたいなんでもやらしてもうて、うん、イメージ通りの曲になったなってのもありますし、うん、やっぱそれを。 やっぱ初めて聞く人にもやっぱ予習してきてもらうにはやっぱこうやって YouTube とかに載せるように MV とかと撮りたいよねみたいな話をしてて、うん、そう今回撮ろうってなったのも嬉しいですし、うんうん、いいんじゃないいいですか <laughs> いい流れなんじゃないですかもっともっと大きい景色をね<う>この曲を通して作っていけたらなと思いますけどもね、うん、なんかあの曲調にああいう歌詞やから。 い、うん、いいっていうね、はい、そのギャップがねそれも夏希のこういう歌詞を書いてほしいですっていうオーダーがあってうん、うん、僕が書かせてもらったんですけどもなんかスッとこう書けたというか人の意図を形にするっていうのがすごく苦手なんでなるほどねでもこのメロディー二人で作ったこのメロディーをやっぱ聞くとすごくこうスッと言葉に入ってきますし、うんうん、楽しい曲やから楽しくいこうっていうよりは楽しい曲やけどなんかこう。 気持ちの奥底かかからグッととるる何かがあるというか、うんうん、だからライブでもすごく楽しみながらでも涙を流してるような人がいるかもしれないですしなんかいろんな感情が飛び交って、えー、一つのライブができるんじゃないかなと思っております。こちら「セイ y ングの方もぜひぜひたくさん聴いていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。 まあ先ほどね、えー、夏希もちらっと言ってくれましたけれども、うん、え実は来週6月4日にはですねその「セーリング」のミュージックビデオも撮影したいと思いますおめでとうございます、えー、<laughs> やっとぜなかなかねこう前回出したデジタルシングルはあのー、なんていうのリード曲だけがこう MV になったりしたんですけど、うん、あのさっきも話してくれましたけど「セーリング」すごく思い入れのある曲なんで、えー、今回は2曲とも。 MV の形にして、えー、いろんな人に拡散できたらなという思いで、えー、この企画を打ちました、えー、大阪の阿部のロックタウンというですね、うんえー、ライブハウスにてミュージックビデオの撮影も行うんですけれどもなんとそれだけじゃなくてフリーライブも行うことが決定しております、はい、ありがとうございます <laughs> 僕らは初めての試みじゃないですかはい、はい、ちょっとシウマさんあのフリーライブなんかどういう感じの内容にしたいですか フリーライブを、まあ、なかなか、ね、無料でライブを見れる機会も多くはないと思うんで、はい、友達を連れてきてもらったり、はい、あの初めてでも来やすい日になってるかなと思いますんで,です、ね、あの気軽にね来てもらえたら。 いいかなとは思っております。はい、土平日ですいません。<laughs> <laughs> まあ、いろいろね、関係があってね。ねいいわ。それ欲しかったわ。<laughs> 土平日なんですよ。<laughs> そうやね。本当にね、うん、こう、仕事の関係でね、これないし、いっぱいいるかもしれないんですけど。あの、前シューマイが言ったように、何かのきっかけに。 なればと思って僕らもあのフリーライブ、まあ、用意しましたというかみんなで楽しみたいなと思ってますので、えー、6月4日、えー、大阪の阿部のロックタウンにてセーリングのミュージックビデオ撮影そしてフリーライブ、えー、皆さんぜひぜひ遊びに来てください、えー、最近の僕たちはですね、えー、コネクトイヤー2019と題しましてさまざまな形でライブを行っているわけですけれどもついにワンマンツアー編が待ち構えております でえー、スケジュールをざっと説明するとですね、えー、7月の7日名古屋は L サイズというライブハウスでそして7月の13日、えー、福岡ライブハウスキューブリックで、えー、7月19日が大阪ミューズというライブハウスでそしてグランドファイナル7月21日が、えー、渋谷テイクオフ7で、えー、ワンマンライブすることが決定しております、えー、皆さんと一緒にローカルコネクトの音楽を そしてライブを作り上げたいなと思っておりますので全国の皆さんお待ちしておりますぜひ遊びに来てくださいそしてさらに追加の情報がありまして、えー、5月の31日京セラドーム大阪でなんと国歌斉唱いたしますついにすごいそんな力入れるやばないですか やばいですね国家斉唱ってなかなかできないんでねプロ,あのプロ野球の試合で <laughs>、はいえー、オリックス・バファローズさんと日本、えー、ハムファイターズさんの、えー、試合で国家斉唱ということで僕はボーカルイサとはですね、えー、本当に小学校の時からオリックスさんのファンクラブに入ってゴリゴリの野球少年だったので、はいえー、僕の大きな、えー、夢が叶う瞬間ですので。 ぜひ皆さんに見届けていただきたいなと思います。よろしくお願いします。その他詳しい情報はですね、ローカルコネクトのオフィシャルサイトや各 SNS をぜひぜひチェックしてください。はい、それではまたお会いしましょう。お相手はローカルコネクトのボーカル・イサトとボーカル・ギター・大イとギター・のマーキーとベースのシューマとドラムのナツキでした。ありがとうございました。バイバイ。バイバ